一番くじ、ジョジョの奇妙な冒険、エビル、パーティーが8月12日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回850円で、1ロット80本ですので、すべて購入したら6万8000円になります。衣装はディオ、ブランドーのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険、ファントムブラッドより、ディオ、ブランドーがマスターライズで登場。ファントムブラッド登場時の衣装を身にまとい、 吸血鬼らしい指先や耳のほくろまで究極再現。当選確率は80分の1で1.25%です。B 賞はカーズのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険。戦闘潮流より、カーズがマスターライズで登場。柱の男の肉体美を追求し、究極の生命体、アルティミット、シーングと化したカーズの迫力のある肉体と髪を再現。当選確率は80分の1で1.25%です。 C 賞はディオのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険。スターダストクルセイダースより、ディオがマスターライズで登場。作中初登場時の衣装をオマージュし、邪悪な色気とカリスマ性を再現。当選確率は80分の1で1.25%です。D 賞はキラヨシカゲのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険。ダイヤモンドは砕けないより、キラヨシカゲがマスターライズで登場。特徴的な表情はもちろん、 スーツのシルエットからネクタイの柄までこだわり抜き。立体化。当選確率は80分の1で1.25%です。E 賞はディアボロのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険。黄金の風より、ディアボロがマスターライズで登場。衣装の細かい模様や髪のグラデーションなど細部まで究極再現。当選確率は80分の1で1.25%です。F 賞はエンリコ。プッチのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険。 ストーン・オーシャンより、エンリコ。プッチがマスターライズで登場。緑色の赤ちゃんだったいのキャラクタービジュアルで、凛々しい立ち姿を立体化。当選確率は80分の1で1.25%です。G 賞は大皿です。ジョジョの奇妙な冒険作中シーンやモチーフをデザインにあしらった大皿が登場。当選確率は80分の2で2.5%です。H 賞はラバーコースターです。石仮面エイジョの石石。 加えて歴代ボスのスタンドをテーマにデザインされた計8種類のラバーコースターが登場。当選確率は80分の24で30%です。相性はビジュアルボードです。歴代ボスが堂々とデザインにあしらわれたビジュアルボードが登場。各部集合デザイン2種を加えて全8種で展開。当選確率は80分の24で30%です。J 賞はタオルです。各部ボスにちなんだメッシンをデザインにあしらったタオルが登場。 トッピオカメユーデザインを加えて、全8種で展開。当選確率は80分の24で30%です。ラストワン賞はキラヨシカゲの川尻工作バージョンのフィギュアです。ジョジョの奇妙な冒険。ダイヤモンドは砕けないより、川尻工作状態のキラヨシカゲがマスターライズで登場。特徴的な髪型と表情や、衣装カラーを再現し立体化。以上で一番くじの紹介を終わります。 ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。